皆さんこんにちは、まなみです。今回は水で麺を戻せるのかということで、今回これです。じゃーん、スパゲッチですね。スパゲッティの、やつです。うちの冷蔵庫に眠ってたスパゲッティなんですけども、一応これ大前なの、まあ、いや一応スパゲッティ太さが 1.5 ミリのやつになります。でこれをじゃあね、前もカップラーメンね、水じゃなくて、なんだっけ、コーラとかね、牛乳とかで戻しましたけども、まあそれのこれですね、スパゲッティバージョンでちょっとやってみたいと思います。でね、どうやってやろうかなと思ったんですけども、まあ分量はね、だいたい1人前 100g、 1人前 100g ってだいたい書いてると思うんですが、今回はね 50g を測って、やろうかなというふうに思います。でまあ 100g にしない理由っていうのが、まああるまあっていうのは、まあないんですが、まあ一応ね、できるかどうかやってみないとわかんないっていうことと、まあ結構ね、麺お腹に溜まるので、まあとりあえず 50g やって、でうまくいけば 100g でも同じようにやればうまくいくかなというふうに思いますので、とりあえず 50g でやってみたいと思います。で、こっちですね、これ測り。俺がいつも使ってる測りですね。うちでも使ってるし、これちょっと汚いの。塗装の塗料をね、ここに上にラップしてやったりしないと、ちょっと漏れちゃって。汚れちゃってますけども、まあ、この測りを使って、やりたいと思います。で、なんかね、このコップに水を入れて、でこの中に 50g 麺を入れて、でふやかしてみようというふうに思いますので、これでやってみたいと思います。とりあえず電源を、今見えるのかな、これ見える、これ今ね 0g ですので、これね取っといとって、ここからね、50g になるまで入れていくということですね。適当に。よ。このくらいで、何グラムだ？どうだ？お、次は 25g です、これで。あー！ちょっとダメかな。これでどう？ 40g。こんなんでどう？お、50g。ぴったり 50g です。ということで、じゃあ 50g。結構あるんだけど。そっか、いやね、このコップに下の縦長で、あるし、お水満パンに入れれば、全部、なんていうの、全部埋まるかなと思ったんですが、これ長さ、半分に、1個半分にしてみようか。これちょっと、どのくらい半分、このくらい半分、おん、これ半分にしました。こんなもんでしょ。どうかな、ちょっとあれだけど、でもうまくやればあれか。どうしよう、もうちょっと長ないかな。これ以上長い、これ高いかな。あ、これ長いかも。なんかちょっと汚いから洗う。洗ってきました。これにしましょう。あ、ごめんね。いや、犬足踏んじゃった。これが、これに変えます。これのはね、そこ長いので、まあこれならちゃんと乗るかなというふうに思うので変えます。ちなみにこれ。この切ったやつを、折ったやつを入れてみると、よっ。うん、余裕ですな。こんな感じ。長さ的にも余裕なので、これでいます。ちょっとね、あ、これほら、結構ね、おしゃれというかね、二重ガラスの、ここ、内側二つね、間。コストコで、いくらだから忘れちゃったな、特価の時に買ったんだけどもね、一個ちょっと氷ポンって入れたら、中のガラス割っちゃったので、その後ね、氷を横にしながら入れて、あるいは、なんか水分入れたか、上から氷入れてるように使ってて、まだ残ってます。これ使う方は気をつけましょう。ほんと簡単に氷で割れます。まあ、それは置いといて、これね、もう 50g、これもうしまいます。で、じゃあ、これね、お水をここに満タンにしてやるというところです。で、とりあえず 50g ですけど、これね、半分にしてこっちに突っ込んでいきたいと思います。こんなね、まあ、これなら大体大やすでいいのかな。こんな感じ。よいしょ。あ、別にね、半分にしなくても長いやつあれば、お皿とかね、深皿とか、鍋とかでやれば、まあ、折らないでいいでしょうが、まあ、今回はね、撮影の方法も、こんなのしか思いつかなかったんで、これでやっています。ということで、これ、ね、一応 50g のパスタになり、ちょっと明るさが明るすぎて反射がいるんで、ちょっと。これ今、オフだけど、オフだと。ちょっと斜めですよ、今。
何をこう、なんか下に置きたいけど、ちょっと待って。なんかないかな。パッと見つかったのが、ライターのしかないんで、ライターで、ちょっと斜めにしてみよう。これで、どう見える？あ、見えるから。うん。じゃあこれでやってみるかな。こんな感じで、やっていきたいと思います。で、ここにお水を入れて、またね、タイマーを押したいと思います。時間どうしようかね。やっぱ30分ぐらいごとにちょっと確認する感じするかな。とりあえず水入れていきます。本当は浮くんじゃないかと思うんですが。とりあえず入れましょう。とりあえず、えい。あ、大丈夫だ。1回で満タンになりました。ということで、ここから、今から30分後にちょっと見てみたいと思います。ということで、ストップウォッチ、スタート。30分後どうなるか見てみたいと思います。30分後です。はい、ということで、ね、30分って言ったんだけど、45分ぐらい経っちゃいました。ちょっとね、なんかいろいろ作業をしてたら時間ちょっと失念してしまいました。ということで約45分後です。なんか色がちょっとあるかな？ちょっと、なんていうのかな？色が変わった感じになってますね。どうしようか。とりあえず、でもまだ立ってるから、まだ1本撮ってみます。あ？あ、まだ割れちゃうね。こうやって曲げると、ポキンと取れちゃうか。ちょっと食べてみます。うん。めっこみしな感じ。まだ中。うん。うん。なんかパリパリ言ってる、パリパリ。これはまだダメだな。できんのかな、これ。まあいいや、とりあえず、まだパリパリしてるので、どうしよう。あと45分ほっといてみようかな。1時間半。まあ、とりあえずあと45分ほっぽっといてもらい、ほっぽっといてみたいと思います。どうなるか、それまで待ちです。はい、というわけで、ここね、1時間半、今、経ちました。ということでね、水につけた麺がどうなってるか見てみたいと思います。とりあえず箸で取ってみるから、なんかすごいね。色が白い。でも、結構ちゃんとふにゃふにゃだよ。これで結構いけるんじゃない？食べてみます。なんだろう。麺だ。なんかね、なんだろう。もちもちな気がする感じ？なんだろう、なんて言うんだろう。多分、美味しいよ。美味しいと思うな。もう多分普通にこれ、食べれる感じなんだと思います。もう、なんて言うんだろう。もう本当に普通の、あれだね、なんだっけ。沖縄じゃなくて、あそこ、九州の、バリカタみたいな、あんな食感だな、これ。かじった感じが。うん。あんな感じ。あれよりも、麺が太いから、もうちょっとなんか、噛み応えが柔らかいっていうか、噛むと弾力があって、スパンと噛み切れないんだけども、でも、多分美味しい。まあ、冷たいけど、食べれるんだと思う。ちょっとこれ水切ります。ちっちゃいザルに開けてこんな感じです。なんかね、やっぱね、ちょっとベタっとくっついてるから、持ち上げてもこんな状態ですね。簡単にちょっとほぐれないから、でもちゃんともう麺は柔らかくなって食べれる状態なんだと思います。うん、すごいね、いいね、これ。多分いける、これなら食べれる。ということで、じゃあこれをどうやって食べようかなと思ったんですが、今回は、これ、レトルト何でもいいと思うんですけど、うちにあったレトルトのカレーがあったので、これをかけて食べようかなと思います。ならね、さすがにこれだけ緩かして、柔らかくして、これだけむしゃむしゃ食べるって人はいないと思うので、今回はうちにあったこれをね、かけて食べたいと思います。なので、とりあえず、今回これ戻しますね。ここに戻して、
よいしょ。そしたらじゃあこれね、まあ、これ全部入れるともう何なんだ。これちょっと切って。よいしょ。こんな感じで切って。よいしょ。で、ここに注いでいくということかな。まあ、これもね、全然温めてないです。まあ、実際ね、災害とかでは温めるってことできないかもしれないので、とりあえず温めずに入れています。まあ、普通のカレーでしょうね。こんなもんかな。まあね、全部で多すぎると思うので、こんなもんで、よしとします。はい、というわけで食べてみまーす。まあ、美味しくないわけはないよね、きっとね。要はカレーそば、みたいな感じだもんね。ちょっとなんか、見た目は、なんかあれだけど。いただきます。うん、うん。うん。食べれなくはない。なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。もうちょっとこの、麺と麺がほぐれるといいな。離れるというか。口の中に入れるとダマ一体感があるというか、麺ではない感じになっちゃいますね。でも、まあまあ、お腹が空いてれば十分、ご飯になるね、これならね。意外とちゃんと、なんていうのかな、スパゲッティなんでね、これ結構硬いのでどうかなって思ったんですが、ここがね 1.5mm、まあ、細めなんでしょうけども、意外と水で緩かして食べれたので良かったです。ちょっとびっくりしました。厳しいかな、食べれないかなと思ったんですが、全然非常時にはお水さえあればスパゲッティもね、柔らかくして時間かけて置いておけば食べれるということが分かったので良かったです。まあ、スパゲティの場合は味付けどうするかっていうのがあるので、まあ、そこら辺かな。なんか塩コショウって食べるってもちょっと味気ないですけども。まあでもそういう形で食べてもいいんでしょうけど、まあね、レトルトあるならこうやってレトルトにつけて食べれば、多分美味しくいただけるのかなというふうに思いました。はい。ということでね、今回はスパゲティを水で緩く柔らかくして、食べてみるということでした。はい、次回もね、何か他のものを探して、同じように水に、あ、ちょっと待って、これあれかね、炭酸水につけると、変わるのかな？あ、まあ、まあ、それは次回ね、ちょっとしたら、また、何かの際に、この炭酸水でやってみてもいいかもしれないですね。以前のラーメンの時、ダイエットコーラでやったら30分で柔らかくなってて、その後牛乳で、まあ、物は違うけど、牛乳でやったら1時間半ぐらいかかったっていうのがあるので、もしかしたら炭酸水でやるともうちょっと早くできるかもしれません。まあ、それはもう今度機会があったら、気がついたらやってみたいと思いますので、まあそんなね、次回動画見たいと思う方いるようでしたら、チャンネル登録よろしければグッドボタンなんかもねしていただけると嬉しいです。はい、このチャンネルはね、 DIY できそうなものがあったら何でも挑戦することを元としています。チャンネル登録とね、グッドボタンなんかもね、よろしくお願いします。それでは、またねー。バイバイ。